はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。これは22日と言いますからちょいと前、3日前ですか、1、2、3、3日前ですね、に BBC に出ていた記事ですね。 BBC もね、日本語サイトを作ってるんですね。すごいですね。NHK は多分英語サイトを作ってるんでしょう。まあでも僕らからすると英語はメジャーな言語、僕ら日本語マイナーな言語ですよね。BBC 側からすると日本語ってマイナーな言語ですよね。フランス語やドイツ語の方がですね、メジャーなような気するんですけどね。あるいはロシア語とかね。日本語喋ってるのは日本人しかいませんよ。1億2000万人です。でもロシア語を喋ってるのは1億4000万いますからね。あっちの方が行さんおるやんと。まあ経済力は違いますけども、スペイン語喋ってる人は、ね、いっぱいいますよね。中国語喋ってる人はいっぱいいます。 BBC 中国語版あんやろか。 あるんでしょうね。ちょっとね、どこ見たらええんやろ。でも中国語版あってもですね、漢字体の中国、つまり中国本土からはですね、見られないようにされてしまいますね、きっと。だから意味がないのかな。はい、行きましょう。こう22日に出た記事でして、中国がモスクを閉鎖や破壊、信仰の自由を抑制、国際人権団体。モスクと言いますのはですね、イスラム教の寺院なんですね。まあ礼拝をするところでございまして、ちょっと読みましょうか。ケリー・アノさんという、アンさんという方が書いてますね。中国がモスク、イスラム教の礼拝堂を閉鎖あるいは破壊したり別の目的で利用したりしているという報告書を中国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチ HRW が22日に発表した。モスクに対する取締り行為は中国でイスラム教の信仰を実践することを抑制するための組織的取り組みの一環だと HRW は最新の報告書で指摘した。中国には2000万人のイスラム教徒がいる。まあ大体ウイグル人です。同国は公式には無神論国家だが信仰の自由を認めているとしている。嘘や。しかし専門家らは、中国では近年組織化された宗教に対する取り締まりが強化されており、政府が統制しようとしていると指摘する。ちょっと飛ばしますね。中国国内のイスラム教徒のほとんどは、新疆地区、青海省、甘粛省、寧夏回族自治区、といった同国北西部で暮らしている。 HRW によるとイスラム教徒が住民の多数を占める寧夏回族自治区の表面病教村では6つのモスクのうち3つがドームとミナーレット等を撤去された。残りのモスクの礼拝堂も破壊されたというと。まあまあそんな感じでですね、中国がですね、イスラム教の礼拝堂モスクですね、まあ、イスラム寺院とも言われますけども、を破壊してですね、宗教活動を邪魔しているというか、まあ、妨害して迫害しているというようなことが延々と書いてあります。貼っておきますね。まずですね、一応中国って社会主義の国なんですね。もう笑うしかないんですけど、中国共産党の理念はですね、共産っていう名前が付いてある共産主義なんですね。で、社会主義とか共産主義とかっていうものをですね、今の人はですね、それ何っていう思うんですね。私が若い頃はですね、世界は二分されておりましてですね、社会主義グループとですね、自由資本主義グループに2つですね、まあ簡単にアメリカとソ連、昔はロシア、昔のロシアですね。に分かれてまして、中国はですね、一応社会主義の国だったんですね。ただ社会主義の国ですけど、ソ連とは仲が悪かったんですけども。で、厳然と世界が二分されてましたから、社会主義っていうものはどういうものかというものを、なんていうか、イメージできない人はいないんですよ。僕の同年代は。中国やソ連みたいな国みたいな、そういうイメージなんですね。
で、まあ、要はみんなが平等に貧乏という国なので、簡単に言えば、現象だけ見てると、みんなが平等に貧乏で、理論的にはお金持ちがいないという国なんですね。まあ、いるんですけどね、本当は。でも、建前としていないということになります。社会主義といいますのは、もともとですね、カール・マルクスというですね、ユダヤ系のドイツ人がですね、体系化したものでございまして、生産手段といいます、当時はですね、物を作る手段ですね、これを持っている人、まあ、資本家といいますけど、資本家がどんどんですね、このお金儲けをしていくのが資本主義だと。それに対して社会主義というものは生産手段というものを平等にみんなが持っていると。当時は生産手段というのは有効だったんですね。その産業革命の初期ですから。で、みんなが、例えば工場というものは全員の、工場労働者全員の共有分みたいなですね。マンションの区分所有みたいなですね。土地はみんなの一個一個のもんだという、あの考えですね。全部の、生産手段を共有で、そこで働く人たちがですね、の工場が生み出したものを売って儲かった額をみんなで分けようぜと。これが社会主義の基本システムです。これを国全体に広げるわけですよ。工業から農業から何もかなかったら。だから、普通の今の日本では会社がいて、社長がいてですね、儲かった分はほとんど社長がポッポ代々するわけですね。ポッポ代々というか正式にドカーンと給料で自分が取っていくわけですけど、それはありえないと。儲かったら、こう、従業員全部で分けるんやと。それを国全体に広げたのが社会主義であってですね、これは20世紀の人類最大の実験の最大の失敗でした。失敗してですね、いっぱいこう、そのですね、寿命を全うできなくて、途中で行ってしまったという人がいっぱい出てきたんですけども、食べ物がないとかね、いろんな意味で。あとは共産党に逆らうとかね、まあ、いろんな意味で。そういう社会においてはですね、宗教はいらんということですね。下手にですね、共産主義以外のですね、こう思想に染まるとですね、それは共産主義から離れていくから邪魔なわけですね。基本的に宗教はですね、いらん、不要であると。レーニンやったかな、社会主義を実践したロシアの革命家ですけども、宗教とは人民のアヘンであるというですね、まあ、マイクであると。つまり邪魔なもんやと、いらんもんやと、赤もんやと言うたわけです。で今の中国もですね、共産党が支配するわけであって、もう全然社会主義の社会ではないんですけどね。ないんですけど、建前上はですね、その社会主義の社会なわけであって、そうなると宗教はいらんということなんですね。つまり、中国共産党以外に正しいものはないわけですよ、中国の中では。中国共産党よりもですね、アッラーの教えの方が偉大だと言われたらですね、これは困るわけですよ。共産党が言ってることは正しいわけで、お前らのアッラーの神が言ってることはちゃうんやと。いうことにしなければいけないわけであって、そうするといらんもんである。それを迫害するということですね。それを今現在やってますよというのがこのニュースなわけです。まあ、確かにね、邪魔なもんでしょうね。共産党の支配する国であっては。で、日本みたいな国はですね、信仰は自由なわけですね。何でもいいや、かって、もう、創価学会に入ろうが、統一教会に入ろうがですね、日本の法律さえ守ってればええよ、と、信仰の自由あるよっていうのが日本であり、それはアメリカであり、他の国もそうですね。要は邪魔にならないわけですね、統治の。その正しいものというものをですね、政府、支配者が振り返さないわけですから。正しいものなんかというよりも法律を守りなさいということが基本なわけなので、法律を守っている限りどんな信仰もとが自由というのがこれ信仰の自由です。日本がそうですね。でも中国はですね、その信仰の自由があってはいけないわけですよ。正しいのは共産党だけ、他はいらんということです。モスクをね、破壊したところでね、人の信仰は奪えないと思います。だって人の信仰はですね、その人のこう心の中にあるものですから。で、特にですね、イスラム教の信仰というものはですね、なんていうの、ただひたすらメッカに対して、メッカに向かって、ですね、お祈りをするというものなんです。で、コーランの教えを守るというものなんですよ。非常に内面的な行為であってですね、礼拝堂を破壊したところでですね、大して意味はないと思います。で、イスラム教というのは偶像崇拝を廃してるんですね。あかんって言ってるわけですね。だから、ですね、モスクに行ってもね、実は私入ったことあるんですよ、モスクの中に。インドネシアで。なんもないですよ。ただ床があるだけでしょ。それで、コーラがどっちかっていうのを何かで示してるわけです。あっち側っていうの。で、そこに向かってこうやってこう拝むと。
うん、それだけのことなんですよ。だから礼拝の場所であってですね、それがなくなったとてですね、どっか違うところで家でやってもいいわけですよ。学校でですね、その時間になったらですね、床に座ってガテーッと画面を見上げてあって、だから中国共産党がやっているこのですね、モスクを閉鎖や破壊っていうのは実にアホなことであって、ムスリム あのイスラム教徒のですね、反感を得るだけでですね、彼らの信仰をですね、奪うことはできないと私は思いますね。はい、じゃあ BBC のこのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。